穴病は中華人民共和国産当初極府市中心部に位置する孔子を採取する病所、中国最大の孔子病でもある。中国歴代の皇帝たちによって増築、補修された結果、宮殿のような壮大な建築群となり、四金城、大病と並ぶ中国三大宮廷建築の一つと呼ばれている。1994年以降、ユネスコの世界遺産に、 甲府、光林と共に参考として登録された。穴病の平面図、孔子の死後2年のうちに、孔子の家は炉の愛好により病とされた。紀元前205年、後に全館を開いた劉邦は炉に置いて、穴病で犠牲を備えて、孔子を祭る祭礼を行った。彼は、後の皇帝たちや皇官たちの前例を作ることとなった。 皇帝たちは即位の後や戦勝など重要な機会には極府を訪れるようになった。12人の皇帝が皇子を祀るため極府に直接訪れ、その他100人以上の皇帝は代理人を累計196回派遣している。元の皇子の3部屋の家は随代の611年、病所再建の際に撤去された。北曹の1012年及び1094年、 三殿閣群と四庭園に再構築、その周囲に柱魔装数400を超える多くの宮殿建築が建造された。金末の1214年には火災と略奪により工病は破壊された。その後元初の1302年までに穴病は再建され、1331年には講子病は宮殿のように壁で囲まれることになった。 秋代の1499年、火災により消失、その後再建された際に、穴病は現在の規模で再建され、後年、建物や石碑、装飾などの追加が次々と行われた。文化大革命の際に、封建主義の象徴としてで破壊の対象とされたが、文革終了後に修復工事が実施され現在に至る。九百十二年に描かれた穴病の図工病、 建築群は中国で資金城に次いで2番目に大きな歴史的建造物群である。敷地面積は14万平方メートルに及び、木々に覆われた広大な敷地に高い大きな屋根の廊下がいくつも突き出している。宮殿建築の柱間数は460もある。1499年の火災後の大規模改築では、秋代の土壌である資金城を強く反映されている。 洋の主要部は9つの庭を取り囲むように建物が配置され、それら庭や建物は南北に向けられた長さ 1.3km の直線上に左右対称に並べられている。最初の3つの庭は小さな門があり、客を迎えるように高い松の木が植えられている。最も南の門は正門と呼ぶ。正は、 古代の伝説では天井にある星で、古代の帝王を祀る際はこの星に大使儀式を行ったが、孔子もこれら帝王と同格の扱いということを表している。残りの庭を取り囲む建物群が穴病の心臓部を形成している。これらは皇帝の色である黄色の瓦を吹かれた朱色の外壁の宮殿で、 周囲の深緑の松の木々と色の対象が際立ち、非常に強い印象を残す建物である。主要な建物は石碑などを置いた殿閣である。軽文閣は1018年に造営され、1504年と1985年に大規模改修された建物であり、歴代の皇帝から可視された軽書などが収められている。大正門から先は3つの宮殿群が左右対称に並んでいる。 東側の、東寺は、白井堂などを中心に、孔子の五代前までの祖先を祀る病である。西の、西寺は、金糸堂などを、孔子の父母を祀る病で、学問所にもなっている。巨大な、中寺の建築群は、大西殿を中心に、孔子や千住、千賢たちを祀っている。すべての病が五殿、一ほこら、一角、一段、二道、十七否定。 五十三門棒を備えており、黄色の瓦で吹かれ松の大木に囲まれている。また敷地内にある様々な人々から送られた石碑は二千を超える。アンズ団、角大聖殿はすべての中心となる巨大な建物で、横五十四メートル、奥行き三十四メートル、高さは三十二メートルに達する。二十八本の装飾を施された柱で支えられているが、 それぞれ6メートルの高さと0.8メートルの直径があり、それぞれ地元の一個の石から切り出されている。宮殿正面の10本の柱は渦を巻いた竜で飾られている。これらの柱は皇帝が局府を訪れた時には皇帝に嫉妬心を起こさせて持ち去られないようにするため、王位をかけられていたと言われている。大勢殿は皇子の祭祀にあたって犠牲を備える場所でもある。 大聖殿の前の庭にあるのは、暗図団で、ここは孔子が弟子に講学を行ったところとされる。その際、暗図の木の下で教えたと言われることを記念して、名付けられている。ありがとうございます。